どうも、今日もやっていきます。今日はつけ麺ですね。早速開けていきますね。こんな感じね。で、中身は麺とつけ麺のタレ。ちょっとね、ご近所さんの多分お孫さんがいるんでしょうね。ちょっと聞こえるかな、どうなんだろう、わかんないけど、ちょっとその音声入るかもしんないです。で、これじゃないんだ、先にね、ちょっとトッピング、具材をちょっと用意したいと思います。白髪ネギね、白髪ネギを作っていこうと思います。2つぐらいありゃ大丈夫なんべな。こんなもんかな。で、表面は結構乾いちゃってるので、これは取っちゃいます。こうすれば洗う必要ねえかな。どうなんだろう。そしたら真ん中に線入れて、中の芯、これは輪切り、細かく輪切りにして直接スープに入れたいと思います。これもしたら、もうで、これ白髪ネギね。そしたらこれをこの下にやればまたうまく切れる。まあ結局最後にね、残るんだけどね、もう次のやつが。OK、 こんな感じです。そしたらこれは、水にさらしときましょう。で、とりあえずこれで白髪ネギは置いときます。そしたらあとは輪切りだね。輪切りよりも個人的に細かい方が好きなんで、細かく自分は刻んでいきます。ちょっとバラバラになっちゃったな、これ。こんな感じでいいかな。で、器大きいのなかったんで、もうこういうね、茶碗、お茶碗、これにもう直接ぶっ込んじゃいます。そしたらもうここにもうあらかじめメンマとか具材入れちゃおうかな。本当は麺の上に盛り付けた方がいいんかもしれないけど、それとチャーシューっすね。チャーシュー今回こういうのを使ってます。見えねえか。今回既製品のやつ使ってます。ちょっとね、最初作ろうかと思ったんだけど、すげえ時間かかるんで、そうなると、なんで今回はあらかじめ作ってあるのを入れとこうかな。こんなもんでいっか。そしたらこの時点でもうつけ麺のタレをもうここに入れちゃう。多分一番いいのは、もうあらかじめ湯煎して、これを温めとくと、無駄なく、漬け汁が出ると思うんだけど、まあ、しょうがないよね、今回は。
そこまで考えてなかった。で、逆光になるな、ここの角度は。しょうがねえか、これも。はい、じゃあこれで待っときます。で、お湯がちょうど沸いたんで火つけときましょう。換気扇。そしたらもう豆乳だね。5分。止めまーす。じゃあこれだね。ういっ。そしたら今のうちに電気ケトルに電気というか温める電気ケトルの水を。オッケー。そしたら盛っちゃおうかな。あ、量もう一玉いってもよかったかな。まあ、いっか。そしたらさっき作った白髪ネギを乗せて、2つぐらい乗せちゃおうか。これで海苔があるとね、いいね。そしたら 80cc のお湯を、結構少な、うん、美味しそうだね。オッケー。はい、ということでつけ麺完成ですね。なかなか完成度は高いような気がします。量が少ないけどね。まあ以上です。